吉田さん、堀江さんの質問ですか。それ聞いて意味あるんですかって聞かれて、逆にですね、いや意味ありますよ、わからないんですか。いや、この質問で意味がわからないって何をやってるんですかとかって逆入れでしだしたら面白いですね。そしたらどんな反応するでしょうね思いもしないような発想ね。だから堀江さんの側からすると、とりあえずなんだよくだらねえなと思ってね、それ意味あるんですかって質問に対し質問で返すみたいなことしたんですけども、ね、そこに意外なね展開、意味あるわ、何言っとんじゃお前、金払ってこんな席用意させといて何がお前意味あるんですかじゃあ質問で返すのお前ちゃんと答えやお前この野郎みたいな、がなりですら答えたんだぞとかってか怒ったらどうですかね。面白いかもしれないですね。まあでも意味あるんですかっていうふうな質問がありましたけども、こうしてみると意味がね十分ありましたよね。そのエピソードが少なくとも私をはじめこの動画を見てる人には伝わって波紋を起こしていると。で、究極自分以外のことには意味があんまりないんですよね。あのうちにもちっちゃい子がいますけども、大和くんがねなんかこうおもちゃで遊んでうまくいかなくてキーってなるわけですよ。そしたら旗から見たらね、しょうもないことで取り乱すなってなるんですよね。でも大和くんの認識能力とか自分の世界観っていうとこんなちっちゃいんで、その中での出来事ってのはどんなことでも大事件なんですよ。でも私たちはどうですか、自分に全く関係ない芸能人の浮気話とか地球の裏側で起きてるね大地震とかね、それこそ大事件ですよ、大事件、確かにね。でもじゃあそんな悲惨な事件とかすごいニュースを知って、あなたは何意味があるんですかと、うわーって思うだけでしょ。まさに意味ないんですよね。でも意味がないのにそこに何かね意味付けをしようとするとかっていうのは意思を込めてるからなんですよ。芸能人の方が浮気をした、事故を起こした、うわ気をつけないとなっていうふうな意思をそこに見出して、自分であの芸能人の人みたいにならないようにしようとか、あの芸能人みたいになろうとかね。まあ芸能人ってのは得した例ですけども、とにかくあのポイントとなる人の例を取って、他人事だから意味がないんだけどそこに意味を見出していくとかね。まあそう考えたら、あのちっちゃい子大和くんがねギーって叫び出した時に、このストレスはどういうふうなロジックで起きるのかな、そしていつ頃こういうふうにおもちゃがうまくいかなくなった程度では何も思わなくなった、つまり感情を捨てて意味をなさなくなったのかなってことを考えると、なかなかね私たちは賢くなったのか愚かになってるのかね分かんなくなってくるなっていうところがね、また人生の面白さですね。まあでも意味あんのっていうふうに考え出したってことは、もしかしたら堀江頭脳に近くなったのかもしれないですよね。全てのことに意味はないけども、そこに意思を込めれば何かが残ると私はね思いたいですけどね。でも実際自分以外のことに意味ないですよ。あのね、もうちょっと話しますけども、あの私たちは相談事いただくても、相談事いただくでしょ、でも相談事を探しにはいかないじゃないですか。っていうのが、あのヤフーの知恵袋とか行くと、相談事を誰かがあのインターネット上に上げてて、それに関係ない人がどんどん答えてるわけですよ。でそんなんわざわざ見に行かないですよね。だってそんなことしなくても向こうから勝手に来るわけですから。そうなると自分に近寄ってきた相談事とかに答えればよくって、宇宙の果てまで別にね相談事探さなくてもいいわけですよ。たとえその相談事をどっかに出かけていって解決できたとしても、同じような相談事は地上に無数に残ってるわけですよね。それを全部解決するわけではないわけですよ。じゃあわざわざ自分で出かけていって誰かの困り事を探しに行くのか、それともほっといて向こうからやってくるお困り事だけを真摯に対応していくのか、まあそこに分かれてくるのかなと。だからね、ヤフーのなんとかかんとかに書き込みに行くとかね、2チャンネルをわざわざ見に行くっていう風な暇な人とか、そういうことに興味がむちゃくちゃあってそれを解決しないとしょうがないと思う人の心理ってのは私から随分離れて、それこそ何か意味あるんですかっていうことですよね。いってらっしゃい。